さあさあやっていこう BF4。どうもだぜ。パート2やっていくよ。今回は私の出番ですね。プニには前回言ってた通り、ハンドガンメインで戦ってもらうよ。この子にやらせても大丈夫なんですかね。まあ中の人は同じくもももも。おいこらうプヌシ何すんだ。今のはチンクを言いかけた霊夢が悪い。むう。ルールは安定のコンクエスト、マップは三剣、ドラゴンだよ。あ、一応ハンドガンメインと言っても C4 とかは使えるからね。なんか設定が適当に感じたのは私だけではないはず。縛りつつも自由にやるのがここのやり方だもの。気にしない気にしない。ところでさ、さっきゴミカスに等しいオープニングあったよな。あれはなんだ。なんだって。作りたかったから作った、そんだけだよ。なんか3時間ぐらいかけて作ってたよ。あの出来でですか。自分、涙いいすか。ご自由に。これはひどい。今回使うハンドガンは FN57 ですね。このハンドガンって強いの？さあな、詳しくないからなんとも言えんぜ。アタッチメントの解除もできてないもんね。まあそこは慣れってことで。そんじゃ、開始までカットします。最初の登録がミスしてましたけど。さあ、行きます。お、早速敵さんからましたね。ちょっと待って。今のはハンドガンで戦う距離じゃないような。どんどん行きます。ヘリハラは来ました。おっと、敵さんですね。取られましたね。戦場ではよくあることだよ。とりあえず隊長さんの指示に従ってデルタを取りに行きましょう。あ、ここの隊長さんはうくむしのリア友です。その情報、いるの？まあ、実況仲間ですし。一応私に不動で生放実況やってます。面白いから置いといて。無名実況者は黙っててください。なんでや。というかさっきて聞いたよね。はい、だから追いかけてます。出会い頭に気をつけろよ。そうだよ、曲がり角で出会い頭にぶつかったあの子は、実は転校生でしたみたいな展開が待ってるよ。待ってねえよ。なんだよそのラブコメ展開。しかもここ男しかいねえぞ。はいはい、バカはほっといてクリアリングしっかりね。今味方さんやられてましたね。警戒しないと。ハンドガンだから撃ち抜ける可能性が高いし立ち回りが大事だよ。そんなこと国にわかるのか。やっぱりキルを取るのは難しそうですね。SV の2番席です。マップにはちらほらと敵さんが映ってるんですけどね。どうやら味方が対応してくれてるみたいだな。あの辺りなんですけどいました。あ、誰よ。味方さん助かります。うくぬし、この時の本当の心境は？俺の今まで、ああ、負けたりしやがって。でした、でしたじゃねえよ。何バカなこと言ってんだよ。これは人としてどうかと。結論、うくぬしはやっぱりクズだった。クズだってといたは同じクズ思ってるでしょ。そんなことないですよ、プニはいい子ですから。え、プニハラプロセス苦情。ほら、目の前に敵の兵器がいましたよ。ああ、あれはちょっと普通ね。C4 貼り付けに行くのも無理でしょうね。味方さんが相手をしてくれているみたいだし、なんとか進行してみましょう。お、倒したっぽいか。セット兵が見えましたが厳しいですね。まあ味方が逃してたし、一応追いかけておきなよ。無茶だよ。敵地内のも飛んできてたな。味方の兵器狙いだろうけど、もうやられちゃってるよ。復活しました。ありがとうございます。味方キャッチ固まってるからね。助かったね。ほら、マップに敵が映ってるよ。危ない危ない。見えたぜ。助かった。やりました。発見です。なんかあれだね。どうしたのさ、レイム。うん、入ってなんか。平和だね。あなたは何を言っているんですか。ここは平和もクソもない戦場ですよ。いや、そうじゃなくて、何かほのぼのしてるなーって気がして。あ、これ敵さんじゃないですか。ちょ、プニそれは、うん、なぜナイフを狙ったし。やっぱり何かほのぼのしてるなー。またまたここに来ました。さっきみたいに敵が上にいる可能性が高いから気をつけるんだぞ。うわ、本当にいた。やはりエイムが。大丈夫だよ、助けは呼んだから。プニフラン様は助けに来ましたぞ。ふん、助かりました。なんだろう、今の助っ人に軍隊性を感じたんだが。でもなんか今の感じかっこよかったね。隊を組んで行動してる感がありましたね。あったって、あったって。お、よく当たったな。こっちだ。うわ、こっちっか。今の最後外さなかったらな。ぐぬぬ。まあ相手マグナムだから威力の差が。ね。
のモーションセンサーが置いてあるな。近くにいる可能性が高いですね。多分こっちの位置はバレてたよね。だろうね。センサーの範囲内かわかんないけど。あ、味方さんが倒してくれましたね。おー、待ってろー、今蘇生し。なんか、申し訳ない気持ちに。もう少し早かったら蘇生できてただろうね。頑張ってくれた味方さん、ありがとうございました。おい、そんな大胆に飛び込むと。上だったね。まだ敵拠点ですから慎重に行かないと。まあ次こそは。結局あの後取れなかったので電波に来てます。ちょ、今すれ違ったよ。くみ、もう少し周りに気を配らないと。まあ仕方ないよ、くみはまだ慣れてないから。なお、中の人。お前もやめろ。マリサさんひどいですね。自業自得だ。さあカットしていくよ。じゃ的な意味でばったりカットしたよ。一応に3キルほどしたんですが、なぜかカットした。いや、あまりにも地味でした。おばちゃんのことよりも名前に徹底してるよ。そんなことよりって。しかしなんとかしないとダメですね。うまく C4 と地形を活用するんだよ。わかりました。プラノメ頑張るんだぜ。あ、こっちに来てますね。これはチャンス。ここに仕掛けて。よし、相手はまだ動かない。避難して、行くよ。ゲットして、ドカン。おお、いいぜ、クールだぜ。うまく決まりましたね。ちなみにここオープニングでも使ってます、気づいたかな。ちゃっかり喜びのジャンプしてたね。気持ちよかったんですもん。確かに、C4決まるとスッキリするよな。さすがに私も、うずきますね。それじゃあ最後にスッキリしたところで。負けました。どうだった、今回の感想は。ハンドガン結構難しいですね。うくぬし、あんたが愛用してる G18 は使わないの？使ってもいいけど、今回は一つのハンドガンで行こうと思ってね。次からはいろんなハンドガンで戦ってもらうよ。ところで私の出番はまだなのか？マリサは、兵器メインでやってもらおうかと思ってるんだけど、なかなかいいのが取れなくてね。まあ、順番はバラバラでやるつもりだから、気長に待っといてよ。くそ、仕方ないか。フランは？フランものんびり待っといてね。くそ。それじゃあ今回も、ご視聴ありがとうございました。はい。3。